おはようございます。おはようございます。4月より自宅に戻ったんですが、うん、リビングダイニングに私の椅子を用意してもらえないという昼間です。自虐から始まる。自虐です。はい。今日はですね、昼間と言ったら赤松。昼間と言ったら畳み込みということで、赤松の畳み込みを。はい。そうだったんですね。そうだったんですね。なんかどしどし要望が来てるとか来てないとか、あ、来てないとか来てないとか。それで、これは、先週、先々週か、盆栽小野さんのところに行って購入してきて、よくね、赤松6月曲げるのいいよということを言ってるんですけど、はい、7月になってもできるんじゃないか、6月ができて急に7月になるとできないっておかしいんじゃないのっていうのがあって、まあまあ、今日はその赤松の畳み込みを7月に入ってもできるかなっていうのをチャレンジコーナーでやってみたいと思います。できるんじゃないですか。やってるんですか。ということを今日お届けしますので、はい、今日暑いですから、はい、皆さんも飲み物用意して画面の前でお待ちください。はい。無理やり切ってる。ということで今日は赤松なんですが、先々週ですかね、盆栽小野さんに行ってきて赤松いっぱいありました、うん、Q さんから赤松と新ポがいっぱい入ったよって、はいはい、なんか小野さんの宣伝みたいになってますけど、うん、ということで欲しくてですね、行きました。新ポはちっちゃいやつが結構たくさんありましたよ ね、 そうですね、はい、ちょっと値段聞かなかったんですけど、で赤松も何種類かあって、でこれがですね、こうたくさん、うん、まあ、大体多分1000円から2000円ぐらいのね、お値段ぐらいでたくさんあります。まだまだ、うん、5、6年ぐらい5、6年ぐらいですかね、うん、でこちらは趣味家の方が使ってた山鳥なんだそうです。あ、え？って言ってましたよ。 Q さんのやつ同じじゃないですか。同じ、こっちじゃなくてこっち同じのか、多分 Q さん先に買われてるんで、はい、いいやつ買ってると思うんですけど、でも、うん、こんないい木が、うん、こんないい木がまだまだ残ってて、たくさんありましたね。ありました。で最初この3つが小さくできるなと思って、うん、まあ、まとめて購入させていただいて、金額はだいたいねバラバラで、ものによって3000円から9000円ってものすごい幅広いんですけど、はいはい、でぐらいであるよということです、うん、でこんないい素材もまだまだ残ってまして、でこれ買った後にですね、ちょっとこれずっと気になったんですね、はい、で大野さんサイズだとやっぱり10センチ以下とかなってくると、うん、少し畳み込んでこの辺は10センチ以下、まあ、できるかどうか、はい、まあ、10センチというと結構ね縮めるようになりますけど、こんなんだったらもう簡単にもうイメージ湧くと思うんですよね。そうですね。盆栽球をご覧の方でしたらもうすぐ想像できちゃうと思うんです、うん、私が何をやろうとしてるか。そうですね、ギュッとやってちっちゃく10センチぐらいに作るよって。そうですね、間延びしてる部分があるから、ね、そうそこ縮めるって感じですね。縮めるですよね、うん、だけどここは幸い逆に細くてここに面白い周りがありますから、ここですね、ここは見せ場になるように、これが頂点になるようにギューッと畳み込んでこうちっちゃく作ると、はい、いうことがもうすぐに想像できちゃうっていう、はいはい、いうことですね。でこれがねずっと悩んだんですけど、ここの太さなんですよ、うんうん、先ほど細いから曲がるって言ったんですけど、これだけ太くてどうしようかな、で小野さんこれどうだろうねって話をしたんですけど、これどうすんのよ、この上どうすんのよって、こんなまっすぐでこんな長くて太くて、うん、ということでじゃあやってみようということで、なるほど、今日はここをギュッと曲げてみようかなって。で今日7月の7日七夕ですね。七夕だ、はい、今日はもう都知事選選挙の日です。うわ、そう、はい、関係ないか。いやもう終わってるんですよ多分これ2週間後に。多分2週間とか終わってるけど、その時期にやったっていうね。そうですね、一応ね。でまだ先ほどちらっと言ったんですけど、6月にいいって言ってるってことは、うん、7月になって急にダメになることないだろうと、はい、だからますます皮むけやすくなるかもしれないんですけども、うん、しっかり養生してやればできるんじゃないか、これもチャレンジっていうことうん、6月って言ってたのが6月7月できるよって言えるようになれば、またね幅も広がるんで、そういうことをちょっとチャレンジしていこうかなと、はい、いうふうに思います。でやるのがですね、ここにせっかく足元非常に面白い曲がりがあります。ここですね、ここをできれば正面をそちらに側にしてねじりながら、うん、ねじりながらこっちに持っていきたい、はいはい、まあ、ほぼ90度ですね、うん、はい、曲がればなんとか小さくいくかなと、うん、なるほど、はい、いうふうに思ってます。その先はもう曲げてみてって感じ、はい、そうですね、そうですね、これが曲がればそっち正面でも面白いかもしれないですね、うん、ちょっと曲げてみて、どっちが正面になるかは考えます、はい、ちょっと上の枯れ葉とかもう一昨年葉っていうこういうやつですね、うん、はい、ちょっと取ってきます。見切りは今日しません。はいはい、はい、またちょっとそこら辺も後でご説明したいと思いますので、はい、はい、ちょっと掃除ですね。
はい、このところで、少しすっきりしたかもしれないですね。で、針金をここに当てるんですね。ここからここまで、まあ、できるだけ上まで当ててみて、はい、ここですね、一番はね、はい、この下から当てて、まあ、上適当なところまでっていう感じでやっていきたいと思います、はい、どれかな、2.5 ミリか2ミリ、2.5 の方がいいかな、2.5、2本いきましょうか。アルミ線を背中にこう2本当てて、ラフィアで1回巻いて、でさらに銅線を巻くと、もしくは、まあ、アルミ線でもいいんですけど、はい、というやり方をやってみたいと思います、はいはい。あの赤松って細いやつの方がいいって言うじゃないですか、はいはいはい、細くて古い木、そうですね、結局分陣作りやすいから、作りやすいですね、結構こう中途半端に太っちゃったやつとかがどうすんだっていうパターンが多いんですよね、うん、ああはい、太い木はあってもでもいいと思いますけどね。あ、そうですか。太くてがっちりした、私なんかもありますけどね、太い、割とあの太いって言っても、 あんまり模様木みたいなやつも、まあ、ありますけどね。ただ葉っぱがこうやっぱり長く伸びるんで、はい、その分陣が合うよっていうことなんですけど、うん、まあ、どっちかっていうとやっぱ赤松の良さってその、細さもあるんですけど、そのガチガチっとしたこういう、だからこういうのも山木特有のこのガクンという、カクンカクンという、さっきもありましたよね、なんかね、一箇所ね、これか、こういうところとか、うん、これ単に曲がってるんじゃなくて、こう折れてますよね、ここね、うん、このような、まあ、これ針金じゃないと思うんですけど、こうね、ベロンって曲がるんですよ、ぐにゃって曲がるっていうよりも、折れて曲がるみたいな。これは赤松特有、ありますよね、こういうのはね、まあ、心拍でもあると思いますけどね、うん、こういう厳しさがあんまりこう御用とか見ないじゃないですか、まあそうですね、見ないって言っちゃうとまた反発する人がいるんですけど、あることはあるんでしょうか、あるんでしょうけどね、少ないってことね、少ないんじゃないかなって。だからまあ赤松特有のなんていうんですかね、ガサガサ感っていうか、肌のあれもそうですし、幹のカクンっていうのもそうだし、そういうのを生かすのは結構太くてもいいと思いますね、はい、どうしてもやっぱ枝数も少ないから、なんか分陣なのかなと思いながら見ちゃってるから、そうなっちゃうのかな。まあそうですね、分陣が合うからっていうことでね、どうしてもそういうイメージが強いし、まあ、実際赤松は分陣がいいと思いますけどね。そうですよね、いいと思うんですけど、太いのだっていいんじゃないのって。だってこれだってある程度ちょっと太くなっちゃって、しかもちょっと腰高じゃないですか。はいはい、そうですね。だから結局これで何作るって言ったら分陣になっちゃう。うん、そうですね。でも分陣にしてはちょっと太い、もうならないですね、はいはい、っていうので、僕は選ばなかったので。ああなるほどなるほど、ああそういうことですかね、まあだからまあ赤松でもこういうあっていいんじゃないのって、こういう樹形がね。そうですね、はい、でそこの解決策が今日、そうですね、分かると解決になるかどうか分かんないですけど、ちょっと長めにって言ったのが長すぎました、ちょっと背中に沿わせてる。そうですね、一応大体のこう形を整えておいて、ここはねちょっとねじっちゃいました、背中に当てたいんで、はい、こんな感じで、これもう一本ですね、はい、こっちの方がいいか。ちょっとですね、当時園のあのラフィアがなくてですね、太いのがこれからやるやつもこの細さなんですよ、普通5本くらいでやるんですけど、10本くらい、はい、はい、そういうのが余っちゃってた、細いのがあるんで、ちょっともしこの動画を見てかわいそうだなという方がいたら、ラフィアを大量に持ってきちゃうかもしれない恥ずかしいからやめてくれって言われちゃった、こんちゃんにこれ、はい、そのラフィアだけでもやったりするじゃないですか。あ、ラフィアだけでも大丈夫だと思いますね。それよりも、もっと安全にってことでアルミ線を沿わせてると。アルミ線はでも必要な気がするな。必要そうですか。必要だと思います、私の経験上で。あんまり私が6月いいよいいよって言ってると、この間もね、当時の方で赤松曲げてバキッと取れちゃった方いらっしゃいますよね多分。三島さん言っちゃっていいですか。いやもう本人も言ってますもん、言ってます、動画で言ってる。だからそこを勘違いしちゃうとやっぱりね、結構太いの曲げてましたからね。曲げてたんですよね。でやっぱり私ちょっと見てなかったんですけど、養生4割、曲げが6割ぐらい、大事だと。大事です、養生は。だからそれしないで曲げると折れます。あ、でごめんなさい、今更なんですけど、赤松の中でもこれ山木なん
らしいんです、うん、で山木の方が硬いです。ですから赤松はそもそも折れやすいですし、ごめんなさい、なんかあれですね、一からやり直してますねこれ。山木って言っても、山で生えてるのを拾ってきて曲げてるんじゃないですか。どこまで山木なのか分かんないですけどね。こんなにみんな同じような曲ついてると思わないですから、そうですね、僕もそうだと思ってたんですよ。 あの量もあったし、山で取ってきたやつを曲げてると、その可能性もありますね、その可能性はあると思います、はい、ただまあね、多分これだけの古さってやっぱり山木特有だったりするんですよね。あ、はい、だから結構長いこと私は山にあったんじゃないかなって想像するんですけど。なるほど、はい、肌を見てですね、やっぱりここをやっぱり針金必要だと思うんだな、ここに当てるっていうのがね、大事なんで。それだから幹の太さとかで決める感じですか。そうですね、はい、あとどれぐらい曲げるか。そうですね。極力こう、こういうとこ隙間が開かないようにですね、はい、はい、びっちりと。こうさっきちょっと残ってるかどうか、枝が切った跡があったんですね。あそこを起点にパカッて割れる可能性が結構高いんで、はい、極力ですね、ちょっとどうしてもこう出っ張っちゃってるんで隙間空いてますけど、こことかここら辺をできるだけぴったり幹に沿わせるように、はい、こんな感じですね、方法準備完了です。でここでもう一回ラフィアを巻いていきます、はい、ラフィアも回転するこっち向きですね、右時計回り、こういうふうにねじっていきたいんですね、ここをこういうふうにねじりながらここを曲げたい。向きをねじる方向と、そうですね、ラフィアの方向、それ と、アルミ線のこの後ですね、アルミ線か銅線か分からないですけど、同じ方向に。切ります。ちょ、切っと。はい。そしたら、どうしようかな、銅線にするかアルミ線にするか、どうですか。でも硬いからアルミ線にしましょう。やっぱりアルミ線で、あんまり太いとね、ここ入っちゃうといけない。痛い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 。はい、3ミリのアルミ線を巻きましょう。はい、はい、でさっき言ったように、曲げる方向とラフィアの方向とアルミ線を巻く方向が同じように、はい、ということで右回り時計回りにやっていきます。銅線はね、あんまり細かいところの曲げは苦手なんですね、どっちかというと。アルミ線の方が銃が効く。硬いから力入んないとか、そんな感じですか、ね、まあそうですね、アルミ線はで一応ね、下からかけますね、はい、一応計算して、土に入る分、それから幹の長さがこの辺までとして、それの 1.5 倍と、はい、でちょっと余るぐらいにした方がいいですね。それを2本、2本ですね、はい、ここら辺も1回目がここに当たるようにっていうことを、はい、イメージして、そうするといや、ここ入るか、先端ちょっと斜めに切りますか。そうですね、この辺にブスッと、お、入った。で、ここに入って、ここですね、はい、ここに当たるように曲げる部分に、曲げるところですね。で、一番大事なのはここじゃない、ここここですね、はい、イメージはここ当たって、ここ当たって、ここ、それを今から予測すると、はい、はい、はい、一発目来た、こう来た、でこことここですね、はい、はい、ここ来た、はい、はい、来た、ここね、一番大事なところ、はい、はい、でここ、とここ来た、来たね。ねって。ねって。これで上もどこまで曲げるか分かんないですけど、一応かけておきます。はい、はい、あ、ぴったりじゃないですか。ぴったり、ぴったり、完璧じゃないですか。完璧ですね、捨てるところがない、うん、SDGs ですね。
ぴったりだ、本当に偶然です。はい、もう一本ですね、はい、で、ここは、今のやつのちょっと一個先、こう内側じゃなくてこっちの方にかけたいんで、これですね、この上側ですね、上側に、はい、上側に、あれ下になってる、下になってますね、下になりました、はい、うん、その辺隙間なさそうですね、隙間がない、うん、隙間がないですね、隙のない男、うん、これね、ちょっとやめましょう。ここをね、いや、途中からにします。ここに引っ掛けますね。U の字使って。はい。とりあえず、巻きました、うん、2本目はね、途中からですね、はい、途中からこう、これで引っ掛けて、はい、やる方法もあると、大事なのはここですからね、はい、はい、で、これをまずこっち、これが難しいですね、曲げながら、うん、ねじりながら曲げる、これが音を確認しながら、はい、はい、硬い、硬いですね、硬いでしょうね、そしたら、鉄棒を使って、はい、やりましょう。長いですね、今度は。長いんですけど、うん、長い方が結構ですからね、はい、長い方が弱い力で曲がる、結構の原理ですよね、さすがです、さすが小学生の話ですよね。ありましたよね、支、うん、点があってね、作用点があって、ここに力点があると、ここは2倍になれば半分の力で曲がります。勉強になったな。違ってたりして受験生も見てるかもしれないですからね。見てないですよ。最近ほらいるじゃないですか、中学生とかも、ああって言ったらね、やっぱり、ね、稀に稀にね、稀に見てる人いますね、基本的には高齢者チャンネル、高齢者チャンネルか。ああ、ずっとつけとくわけじゃなく、一曲げる時だけつけるって感じ、曲げるためにですね、曲げるためにしっかりですね、じゃあ2箇所か、2箇所、最低2箇所、まあ3箇所でもできれば、はい、あれこのやる人いるかな、ここまで。初心者に向けた幹曲げ、初心者に向けた幹曲げ講座、幹曲げ講座、はい、鉄棒を用意してくださいってないですよ、多分鉄棒も何種類か用意していた方がいいですね。ないっつってないね、ここはね、でびっちり、やらないと隙間が空いちゃうんで、うん、これはアルミ線じゃダメです、銅線じゃないと、銅線じゃないと切れちゃう、はい、切れちゃいますね、でこれはまあどうでもいいです、すぐ切っちゃうんで、危ないから切っていくだけで、できればもう一箇所ここつけるか、何でしょうか、昼間チャンネルを見たときは少しはやっぱ勉強して、昼間チャンネルになってるんですか。いや、私の回のときはね、うん、曲げるのを単にこのままギュッと曲げると、うんうん、こういうところがこう曲げるっていうことは、ここが遠回りしますから、うん、ここ曲げたいよって今そうしようとしてるわけですね、ここを曲げたいよって言ってそのままこういうふうに折ろうとすると、ここは伸びるわけですね、はいはい、伸びて割れちゃう、うん、でこれをこういうふうにねじりながら曲げていくと、はい、と繊維がこういうふうになってるやつがこういうふうに曲がっていくんで、ね、それがこういうふうにやると切れちゃう、伸びなくて、うん、それをこういうふうにしながら曲げるから割れないで曲がりますと、ねじりながらですね、うん、じゃあねじった方が割れにくいと、割れにくいです、割れにくいです、そうなんです、そうなんです、これはもう大事な話、ものすごい大事な話、盆栽球2回分ぐらいの大事な話してます。2回分の、ただこう曲げると割れる、なんでここをこういうふうにねじりながら、繊維をねじりながら曲げるといける、ただしこの時期ねじるとダメなんですよね、皮が剥がれ る、よくご存知で、よく盆栽球見てると思います、はい、6月から8月はねじると皮と、まあ、芯と間の形成層のところが剥がれますんで、うん、はいはい、剥がれます、でそれを剥がさないために養生してるんですね、なるほど、剥がさないように、だからギュー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 強くラフィアで固定してると、うん、浮かないようになんです、だからそれがこうやって、まあ、ねじった時に追随していくように、なるほど、ということで、まあ、こういう形になってると、素晴らしい、素晴らしい。
これは2回分の今、はい、あのお金取れるやつですよね。本当ですか、広告収入 2倍入ってくるから。そうで、ここをこうやるとここが浮きたがりますから、はい、ここはここですね、ここはしっかり針金は隙間がないように、締めておくと、締めて、はい、ちょっと太くてもいいです。これは18番ですけど、16番でもいいですね。で、折りながらねじるんです。ちょっと難しいんですけど、だからちょっと曲がったらねじって、ちょっと曲げたらねじってみたいな、なるほど、そんな感じになると思います。とりあえず一回曲げますね。あ、ほら浮くんですよ、見えると思いますけど、うん、浮きますよね。これを浮かないようにきつく、きつく気持ち、こうだからねじりながら曲げる感じですね。音確認しながら、だいぶ曲がってきました。うん、ですね、緊張しますね。そしたら今度は、こことここを縛って戻りますんで、縛りながら、はいはい、曲げていきたいと思います。ゴムを当てて、そうですね、ちょっと細いな、ちょっと太いか、自転車のチューブかな、チューブですね。かなりこれ力こう入りますんで、食い込むと思いますので、はい、導線を使ってください。導線を、これも導線ですね、はいはい、全体初心者向けじゃないですね。しっかり刈ってるかな。お、あ、結構これでも曲がりますね。曲げながらちょっと高木さんに手伝ってもらうかな。もう持ちましょうか。あ、もしいいですか、はい、はい、じゃあこれを曲げながらっていうかね、これここ持ちたいんだよな、高木さん。3人がかかって1人じゃできないってね、1人でやらないと。高木さんこれ真似できないじゃないですか。初心者が2人でやる仕事です、これは。これ、ま、曲げていくんで、これを縛っていく、はい、これをこう曲げていくんで、はい、ちょっとねじりながら、はい、来ました、はい、もっとやっちゃっていい、もっといきます、はい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 、はい、お、いった、おー、はいはい、ちょっと待ってください、はい、ちょっとあの私が焦るぐらい高木さんが激怒しましたんで、ここは少しちょっと隙間、あ、ごめんなさい、隙間が空いたんで伸びて、うん、ここ一回縛りますね。あ、こっちを、こっちを、こっちもいいです、うん、だいぶ曲がりましたね。だいぶ曲がりましたね。ちょっと待って、もう曲がるから、あ、行きますね、まあ、行ける、はい、もうちょっと行く、うん、ちょっと待って、ここが外れた。そしたらね、ごめんなさい、閉めます。うん、ここがちょっと長く食い込むと嫌なんで、ジャッキで、ジャッキで、はい、ここまでとりあえず曲がればいくと思うんで、あ、鉄棒はここで、ここで終了、ね、終了ですね。ここからはジャッキでギュ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 やりながら、ここを縛っていくと。おそらく初心者の皆さん必須アイテムなんでお持ちだと思いますけど、ジャッキです。そういうやつ、そういうやつって、どういうやつ。初心者向けの、初心者向けの初心者向けじゃないです。はい、これがあれば一人でもできますね。やりながら大丈夫かな。あ、緩んでる、緩んでます、うん、はい、そうするとジャッキがあれば、盆栽球ストアで販売中です。販売中です。そうですね、ぜひこれあるといいです。私も本当に欲しくて自作しましたからね、これ。買ってください。買ってくださいか。うん、言ってる、言ってますかね。うん、言ってる。これがあれば一人で仕事ができる。高木いらずって言われてる道具です。通称高木いらず。頼んどいて、いらねえとか言われて、あ、緩んでますね。さすが高木いらず。高木いらずです、はい、通称。私はでもそれより高木のが欲しいです。高木のが欲しいですね。確かに高木6000円じゃ買えないですもんね。そうそうそう、これ6000円ぐらいで、うん、高木は呼び捨てにしてるし、呼び捨て、高木は高木いらずって。
なんで高木は何ですか。高木の方がいいですよ、だから全然ね、うん、優しいし、優しいしね、うん、いつまで高木ここで待機しておけばいいもう大丈夫ですね。もう高木いらずがあるんで高木いらずがあるからもう大丈夫。ありがとうございました。すいませんでした。すいませんでした。もうプロの手を借りて、いい、はい、さあどこら辺までやるかですね、あとはね。うん、結構ガクッと行くって話だったけど、どうなんですか。いや、だから行けるところまで行ってもいいと思いますね。行けるところまでっていうのは、はい、くっつくまで一回ピキッと。でも割れた音がちょっとでもしたら止めますよね。うん、割れたら止めますかね、うん、はい。こういうのはなんだけ飲み太いやつが、まあ曲がっちゃうんですけどね。曲がっちゃうってことですもんね。この河野さんやりましたよって言いたいぐらいですよね。河野さん絶対やんないですね、こんな。やんないですよねもうちょっと行けるかな。もうちょっと行きたい。音を確認しながらですね。奥がちっちゃい木だから結構早く終わるのかなと。ごめんなさい、私は早く終わらせてね。この動画結構長そうです、ね、長そうですね。まだ1曲目1曲目ですもんね実は。確かに、こうなるとちょっとやっぱりちょっと一回外して、はい、さっき言ったねじりですね、ここで、こことここで横で縛ったんですね。でこんな変な格好しちゃったんですね。固定してた。固定、あの縛るところですね。切ったんです、今。そうそうそう。で途中でこういうところで縛ったんで、こんな玉っこぶになっちゃったんですけど、うん、これ下手するとね、こう切れちゃう可能性があるんで、ね、やっぱり上とか下とかで、あの頂点でやった方がいいですね。ということで、かけ直します、はい。はい。ちゃんと理由を説明しないとね、ちゃんと 何事も理屈があるんで、はい、ちょっとカットしようかと思って、取ってなかったんですよ。そうです。切ったところ。切ったところ、あそっか、ごめんなさい。ちょっと動画長くなりそう。動画長くなったからね。思ってしまって。ちょっといい加減にしないとと思ってたところで。はい、ということで上で縛ります。はい、ちょっと待って、やっぱり6月7月ならではの、ね、生きるなら行っちゃう、生きるなら行っちゃったらですね、ギリギリの仕事を、うん、しろってね、一か八かの仕事をね、こうした方がいい気ができるということですね。そうですよね、はい、初心者向けって言いながらも、初心者にお勧めしないですけどね、ギリギリはね。初心者向けの動画ではないです。ではないですか。ほとんど180度ぐらい。いや、もう分かりましたね。最初のね、画像が残ってると思うんで。これでも、針金外せば隙間空いてますからね。そうですね。うん、よし、完成。完成というか、まあとりあえず完了か。完了。うん。1曲目。え、全部やりますか。全部やります。え、どこまでやるんですか。どこまでやるかな。とりあえず、そしたらちょっと差し枝これ下がったんで貼りましょう。はい、でこれはやがて取ります。いらないですね。そうですね。ここに裏枝があって、でここに芯がありますから、とりあえずじゃあ芯だけ少しかけますか。今日ガチガチに作るわけではない。やっぱり目的はやっぱここなんで、うん、ここはまたね、来年でもいい。ただ柔らかいんで裏とこれだけかけましょうか。はい、ちなみに一番最初に目切りはしないと。しないです、今日は言ってましたが、はい、理由は目切り。あ、目切りはね、目切りやっぱりここまで負担かけてるんで、うん、大丈夫と言っても外側水水が切れてる可能性あります、はい、だから内側も潰れて可能性あります。横だけで生きている可能性があるんですね、うん、はい、なので吸い上げとか、あの栄養分の行き来が悪いと思うんで、うん、切っても出ない可能性がある。なるほど。で過去にそれが自分で体験してるんで、でそれはあまりにも元気があったんで切ったんですけど、はい、もしかしたらそれ以外のこの、まあ言っちゃっても申し訳ないんですけど、管理の問題とか水の問題とかあったかもしれない。ちょうど6月7月なんでね、うん、暑い時期ですからそういう問題があって枯れたのかもしれないんですけど、一応曲げた時に目切りをして失敗してるっていう経験があるんで、初心者にはお勧めしない。そうですね、はい、今日は私もやらないと。一般的にはやっても多分大丈夫なんだろうけど、だと思うんですよね。畳み込み、僕も去年やったやつ目切りして出なかった、あ、やっぱりそうですか、うん、であればね、そういう例が2つでできたってことですよね。そうですね、うん、この可能性がある、ある盆栽あるあるですよね。こんだけ畳み込んで目切りすると芽が出ないことがあるかもしれないっていう盆栽あるあるで、はいはいはい、でこれ針金かけたのもちょうど、これでいくと
こういうふうにねじれるんですね、時計回りに。だそういうように針金かけると この枝がこう返ってきますからちょうどいい。でこちら側もですね、今みんなこっち向いちゃってるんですね、うん、でこれをこうやっていけばこう上向きますよね、はい、はい、ということを狙っての針金かけになってます。はい、針金もクロスすることなく、はい、かかってるというところで、はい、バンジ OK ですね。はい、縦になると、はい、あんまりちょっとよね、まあ見栄えも良くないし効きも悪くなるっていうことですね。そうですね、はい、ね、こういう動画で私なんかやってるのが異次元のことをやってるようななんとなく感覚があるかもしれないけど、これ現実ですからね。それは分かってますけど何も一人で疑問を出して一人で解決してるみたいな。異次元の話だと。異次元でも何でもない、うん、はい、そうですよね。だから皆さんも可能だってことですね。可能、そうそうそう、そういうこと言いたい、言いたい、ね、全然ね、何もあの手品してるわけじゃないしですね、はい、これがね、やってみると見てると簡単そうに見えるけど、うん、ちょっと難しいですね、うん、だからやっぱり失敗してるからね、この辺の具合もわかるかもしれない。ここら辺は裏枝なんで少しこっちかい、こうねじりながら少し裏に来るようにちょっと戻しますね、はい、逆に何でもかんでもこっちじゃなくて、はい、あ、私も一緒に多分食べ行くんで、もうあの蕎麦買ってきたんで天ぷらが欲しいと思う。あ、天ぷら買ってきてくれるの、いいですね。マルゴム製麺食べたいな。優しいな。優しいね。高木がいりますよ。いりますよね、やっぱり、うん、高木なしの生活なんて考えられないもん。考えられないですよね、うん、高木あっての盆栽ケースも、まあそう言っても過言でもないですよ ね。僕のモチベーション上げてくれてるわけだから。ああ、そうですね、確かにイケメン好きなんで。ああ、いいじゃないですか。勘違いされちゃう。勘違いされちゃう。独身の ね、イケメン好き。イケメン好き、いいじゃないですか。なんかいい感じになってきましたね。いい感じで取っちゃいましょうか。いらないから取っちゃいましょう。はい、どうしてもこう前を気にするね、うん、ところがありますよね。これいいか。あ、根元から少し長めに、ちょっと長め、うん、人参とかにはしない。何の役にも立たないっていう。人参にもならない。あ、いや、もう知らないですね。いいです、うん、いいです。はい、ということで、はい、ちょっと本当はね、もう見切りしたいんですけど、うん、なんとなく姿見えましたかね。そう、見えない。なんかこれも変化つけたんですけど、だから皆さんはこういうの目が切れたのを想像してもらって想像してください、ね、想像してくださいということで、で枝もね結構豊富にありますんでね、この辺、これもねまだ小枝がいっぱいあるし、うん、ちょっとこう今ガランドとしちゃってますけど、この辺がね、こういうので埋まってくればね、はい、まあどっちでもいいです。こっちも正面になり得るけど、頭がね今こっちで作っちゃってるんで、はい、下の方はそっちも面白いですよね、はい、まあ、とりあえずこちらを正面で、こちらからちょっとこっちぐらいかな、うん、こんな感じで。なるほど、はい、やってみたということで、ちょっともうちょっと綺麗に、はい、ということで、完成です。はい、で、あえて、さっき完成なのかな。そうそう、違うんだ。あ、一応ちょっと離れてるやつを閉じてということで、まあ、これだけ畳み込みましたということで、はい、ですから小野さんのところ行って、うん、結構背の高い木が結構ありましたんで、はいはい、まだ7月中ならまあ多分できます。うん、なんでぜひチャレンジしていただいて、で、あと先ほど言ったようにこういう大きさとか、あとこういうのも売ってましたんで、多かったですよ ね。このやつは、だからこっちは畑の木なんで、うん、曲げやすいと思います。そうですね、でこっちは山木だっていうことなんで折れやすいですけど、うん、折れやすい山木でもこんだけできたっていうことなんで、はい、多分きちんと養生してやっていただければ、いけると思いますんで、はい、ぜひ。まだこれがアップするのは7月中旬ですかね。はい、ギリギリ間に合うかも。ぜひ、うん、チャレンジしていただければというふうに思います。またこれは結果報告をね、うん、問題なくても枯れても、だからまずここまでやらなくてもいいですけどね。そうですね、はい、ここまで曲げるかどうかっていう、はい、そうそうそう、まあ間延びしちゃったで、どうも無事にも作れないみたいな木をどうすればいいかっていうことが一番使い勝手がいいと思うんで、そうですね、だけどここら辺なんか一番やりやすいと思うんで、うん、このような素材があればギューッと畳むだけなんで、そうですね、まあ、それにしたってきちんとやっぱりアルミ線巻いて、うん、できればラフィアも巻いて、ラフィアを巻いて水水と芯ですよね、うん、これを離さないという
ことでやってもらえればと思います。ちょっとこれ細くてこれ太っちゃってるんでね、もうこれは畳み込むしかない、はい、すみません、ちょっとこっちの話になっちゃって話がどちらかあるんで、うん、はい、ああいう木は、ああいう木はこう今回みたいな作業がいいかもしれない。そうそうそう、まあ、あれは多分ラファエ巻くだけで良さそうな気がしますけど ね、 いけそうですけどね、はい、このぐらいだったらね、そうですよね、針金いらないような気がします、はいはい、でこんな木もまだたくさんありますんで、大野さんで表見ていただいてですね、はい、まだまだあのやれますんで、大野さんはあの基本予約制なので、あ、そうですね、突然行っても、行っても入れないです。そうです、我々も行って、いないとか午後ならいるとかね、うん、そういう時も結構ありますんで、で普通にお求めになりたい方は多分グリーンクラブが、はい、いいと思います。あ、そうですね、あでこれはグリーンクラブでも販売してるっていうことだったんで、今日は、大野さん中松の買いましょうというチャンネルになりましたけど、チャンネルな、全部チャンネルになっちゃうチャンネルでということで、はい、楽しんでいただければと思います。はい、はい、赤松の普及に頑張っていきたいと思います。はい、赤松大使、赤松大使自称自称やっていきたいと思います。はい、アニョハセヨあれこのハサミよくちょん切れるだ急にだね、わかんないですよ。まずチャンネル登録と高評価、チャンネル登録といいねをしてほしいっていうのを韓国語で言いましょうっていうことですね。そうそう、 でならまだ振りが効いてるんですけど突然だから何を言い出すかわかんない、はい、韓国語でチャンネル登録といいねをっていうことで、チャンネル登録はよくわかんないけど、アニョハセヨ、いいねするだね、このハサミよくちょん切れるだ、いいねするだに、するにだ、いいねするにだ、はい、はい、金貸せよ。ありがとうございました。